ご飯の発表を始めます。ある日、京セラドームでライブがあり、遠くからライブを楽しみに来ました。ライブを楽しんだ後、帰りには交通機関で人がたくさん混み合っていたので、会場の近くで一泊することに。しかし、ホテルは満員。一晩過ごす場所があればいいのに。ライブ楽しかったな。わざわざ遠くから来てよかった。帰りの電車は人が多いし、時間も遅いから近くで一泊したいな。嘘。なんで満室？どこにも泊まれない。そのまたある日、遺産として家を手に入れました。手に入れた家は必要ありません。税金もかかってしまうため売りたいです。しかし売ろうとしても解体しようとしてもお金がかかってしまいます。どうしようもないまま管理がめんどくさくなって空き家から人がいなくなってしまう。家を相続したけど、もうすでに自分の家があるしどうしよう。家を解体しようとしたらすごいお金がかかってしまうことが分かってしまった。今のまま家を持っていたら税金もかかってしまうし困ったな。遺産なので物件を手に入れた人が上手に活用することができず、人が住まないまま解体するのにもお金がかかってしまい、そのままになってしまう物件、空き家問題があります。人がいないということは、家に火を放たれてしまったり、治安や景観が悪くなったりで、空き家の近くにいる人はとても困る社会問題。空き家の中ではまだまだ人が住めそうなほど綺麗な物件もあるという。その2つ、一見つながりが見えないお話、どっちも都合よく解決できないかな。一晩泊まりたい人、切る、使わなくなった家を活用したい人、組み合わせることにより空き家を簡易的なホテルとして貸し出すビジネスになるのではないかと考えた。使われない空き家をリスト化、泊まりたい人と家を貸したい人を引き合わせて鍵の引き渡しなどをした上で家を貸し出す。鍵の引き渡しなどは公共の駅や公民館などを使用するため安心です。問題をビジネスに変えたアイデア、既存ビジネスである空き家バンクなどは、空き家を登録して家を購入するアイデアとは考え方が違います。長期的に住居を構える方針ではなく、短期的に寝る場所を確保するという考え方です。空き家にもレベルがあって、人が住めないほど壊れた空き家や、まだまだ人が住めそうなほど綺麗な空き家、このプランで対象となるのは後者の綺麗なのに人が住めない空き家です。このプランがあることで、深刻な社会問題である空き家問題をなくすのではなく、上手に活用しながら付き合うことができるのではないかと考えました。家を活用したい人も一泊したい人もハッピーになりましたとさ。